現代の名工は国内最高水準の技能の持ち主を厚生労働省が表彰するもので、県内からは今年度3人が選ばれました。伊万里市の前田誠二さん71歳です。かつて左官の現場で事故に遭い左腕を失いましたが、その後は鍋島焼の絵付け師となり、独自の技法も取り入れながら多くの作品を生み出し続けています。こういうハンデになりながらこの名誉ある賞をもらったものですから、この障害のある人たちが自分で自立できるように、そういう取り組むところに協力、自分が協力できたらいいなと思っております。唐津市の増本和信さん61歳は、工作機械の組み立てで精度の高さが評価されました。また更新や外国人技術者の育成にも力を入れています。基本に忠実で、与えられた仕事をコツコツやるということですね。それだけが私の仕事ですから。このほか現代の名工には伊万里市の庭師石丸春光さん70歳も選ばれています。